ゴールデンハインドはイングランド王国のガレオン船。16世紀半ばのキャラック船からガレオン船への移行期の軍艦とされている。フランシス・ドレークが用いた死略船として有名。ジョン・ホーキンスがフランス軍艦を参考にして改良した新しいガリオン船である。元々の船名はペリカンだったが、1577年から1580年に、 かけて行われた地球一周公会の途上の1578年8月20日に,に支援者の一人クリストファー・ハットン教を称えてハットン家の紋章黄金の目地にちなんで解明されたイングランド女王エリザベス一世はマゼラン海峡を通過し南米大陸の西海岸を探検するフランシス・ドレークの遠征隊への支援を決めたドレークは この探検で自身と女王に利益をもたらすと同時に、スペインに最大の損害を与えることを約束した。出航前に、ドレークは女王に拝謁し、スペイン王に、これまでイングランドが受けた多くの傷の代償を、払わせますと誓った。ドレークの遠征隊の表向きの目的は、新しい航路の発見だった。しかし、彼らは、エリザベス一世からの非公式な支援を得て、 私略船団として行動した。ドレークの遠征隊は1577年12月に、総員164名で5隻の小型船で出港し、1578年に頭に、ブラジルの海岸に到着した。1579年3月1日、ゴールデンハインドは、現在のエクアドル沖の太平洋上で、スペインのガレオン船、聖母マリア号を襲撃し、これを打破した。 この船には26トンの銀、500キログラムの黄金の、他敷器、宝石、硬貨など総額36万ペソの財宝が積まれており、これらを積み替えるだけでも6日間を要したという。1580年9月26日、ドレークは80名の乗員中56人と、戦利品を乗せた、ゴールデンハインドをプリマスに向けて出港させた。 帰国した船はプリマス近くのサルタッシ市場で王家の衛兵の監視の下で荷卸しを行った。積み荷の中には当時は同じ重さの金と交換で取引されていたモルッカ諸島産のクローブロットにも含まれていた。積み荷の売上は遠征隊に出資された総額の47倍の利益を出し出資額に応じて配分された。そのうちの半分に当たる30万ポンドが エリザベス一世と国庫に収められ、女王個人の取り分だけでも16万ポンドに達した。その資金で、当時のイングランド政府が抱えていた負債が生産され、残金は国策会社のレバント会社に投資され、同社はイギリス東インド会社の元となった。1581年4月4日、エリザベス一世はゴールデンハインドを訪れ、戦場において、 ドレークへのナイトの称号の授与式が執り行われた。ゴールデンハインドは、その後、エリザベス一世の遺行により、テムズ川川口に近いデトフォードに、記念館として保存された。ゴールデンハインドアは、エリザベス一世が亡くなってから45年後の1650年頃まで、デトフォードに係留され、最終的に船体が朽ちてしまったことから解体された。1668年、 デトフォードの商店主ジョン・デイビスは、ゴールデンハインドの残骸の中で、最も状態の良好な木材から椅子を作り、オックスフォード大学、ボドリアン図書館に寄贈した。この椅子のレプリカが、オックスフォード大、クライストチャーチカレッジの大ホールとデボン州のバックランドアビーに残っており、現在は、ナショナルトラストが管理している。ロンドンのミドルテンプルのホール内に置かれた。 ドレークのカップボードと呼ばれるテーブルもゴールデンハインドの木材から作られたという言い伝えがある。ミドルテンプルの入会の儀式では新会員がこのテーブルに置かれた名簿に署名することが慣例となっている。またホールの入り口にかけられたランタンもかつてはゴールデンハインドの戦尾にかけられていたものが使われていたというがこちらは第二次世界大戦の空襲で消失し、 現在はレプリカがかけられている。現在、イギリスに2隻のレプリカが存在している。エセックス州、サウスエンドイコールオンシーのピーターパン公園内に1947年から建造が開始され、老人業館と共に1949年に開場した。1990年代に入り、入場者の減少と維持費の高騰に加え、いたんだ。 木造部分の大幅な改修の必要性から1997年に一旦閉鎖され黒ひげのアン女王の復讐号のレプリカに改装され営業を再開したが2013年に解体されたデボン州ブリックハムの港に係留されている初代は1961年から1962年にかけて ITV で放送されたテレビドラマ サーフラニシス・ドレイクの撮影に使用するため漁船を2万5000ポンドかけて改造したもので実物にはあった水地上や放列甲板が省略されていたこの船は1987年に栄光中にダートマス近海で沈没した1988年に完成した二代目はオリジナルを原寸大で再現したもので 鋼鉄製の端気を元に建造されており、自力航行はできない。毎年、多くの観光客が訪れている。ロンドンのレプリカオリジナルを、原寸大かつ自力航行可能な状態で、再建造したもので、再現するための研究と建造には3年間を要した。デボン州、アップルドアで建造され1973年に、浸水した。 1974年、プリマスから、諸女公会に出発し1975年5月8日に、アメリカのサンフランシスコに到着した。次に、太平洋を横断して、日本を訪れ、横須賀の田浦港に、半年間停泊し、テレビドラマ、将軍の撮影に参加した。その後は地球を一周して1979年に、イギリスに戻った。 1984年までは、博物館船として、渓流、公開された。1984年から1985年に、かけて、ブリテン諸島周辺を公開し、ついで、大西洋を越えて、カリブ海のセントトーマスを訪れた。1986年、パナマ運河を通過して、カナダのバンクーバーに向かい、同地で行われていたエキスポ86の、 マリンプラザに展示された。万博終了後は、アメリカ西海岸の各都市を訪問し、1988年に再びパナマ運河を通過し、メキシコ湾岸とアメリカ東海岸の各都市を訪問した。1992年に帰国し、次の4年間はヨーロッパの各港を訪問した。それらの航海の総延長は14万マイルに達する。 1996年以降は再び、博物館船として、ロンドンのサザーク区、バンクサイドにあるセントメアリー OB ドックに、係留されて、一般公開されており、様々な教育プログラムに活用されている。ありがとうございます。